ジェームズ・ボンド・ジェームズ・ボンドはアメリカ合衆国の鳥類学者である。カリブ海の鳥類の研究を専門とした。イアン・フレミングがスパイ小説の主人公の名前、ジェームズ・ボンドをこの鳥類学者から取ったことで知られている。ペンシルベニア州フィラデルフィアで生まれた。少年時代の1911年に父親とベネズエラのオリノコガー流域を訪れたことで自然への関心を持った。 母親の死の後、1914年に、父親とイギリスに移り、パブリックスクールのハーロー校、ケンブリッジ大学のトリニティカレッジで学び、1922年に学位を得た。卒業後、アメリカ合衆国に戻り、3年間、フィラデルフィアの銀行で働いた。博物学への関心から銀行を辞め、フィラデルフィア自然科学アカデミーが行った、 アマゾン川流域の探検への参加を受け入れた。その後、自然科学アカデミーで鳥類学者として働き、学芸員に任じられた。彼はカリブの鳥の専門家となり、1936年に出版された西インド諸島の鳥類は評価が高い。1952年にジャマイカ研究所のマスグレーブメダル、1954年に アメリカ長学会のブルースターメダル、1975年にフィラデルフィア自然科学アカデミーのライディ賞を受賞した。小説家のイアン・フレミングは、第二次世界大戦が終わった後、ジャマイカの別荘に住み、1953年にジェームズ・ボンドシリーズ第一作を執筆した。熱心なバードウォッチャーでもあったフレミングにとって、ボンドの著書、西インド諸島の鳥類は馴染み深いものであった。 主人公の名前としてできるだけ平凡な響きのある名前として、ボンドの名前が選ばれた。後に、ボンドの妻にフレミングは、it struck me that d i s b r i e f and romantic, anglo-saxon and yet very, masculine name was just what, I need e d and so, a second, James Bond was born, と手紙に書いた。フレミングと会った時、ボンドは、 Fine with it と答えたとされる。ありがとうございます。